ご覧ください。スタジアムを埋め尽くす満員の大観衆、熱戦が期待されるこの試合への注目度を物語っています。ウルグアイ対イングランド、ここスタークラウンスタジアムは興奮のるつぼと化しています。緊張の面持ち、選手たちがこの一戦にかける思いがこちらにも伝わります。センターラインを挟んで両チーム睨み合い、開始の笛を待ちきれないといった様子。ここで両チームのスターティングメンバーをご紹介しましょう。まずはホームサイド、ウルグアイ。4人で中盤を構成する形になっています。南米の古豪、中でも注目のプレーを見せるのはテントリアのビクトリーノ君。まるで彗星のごときその俊足を生かした突破から熱戦の火蓋が切られました。あーとドリブルを見送る、スライディングで止めた。このタックルは不発に終わります。ナイスプレーだ。このタックルは不発に終わります。カーネギー君、ここはパスに切り替えた。ドリブルでボールを運ぶ。マシアス君、ボールを奪うことができません。ここは抜かせません。シュートを放った。これは見事にキャッチ。パントキック、どこまで運べるか。ジョエル君、素早くつなぎます。カーネギー君、ダイレクトで鋭いスライディング。カーネギー君、ゴール前に持ち込んだ。ゴールを狙う。チャージが決まった。それ行け。マシアス君、ボールを狙うも届かない。カーネギー君、鋭く足を振り抜けシュート。ダニエル君、このボールに立ちはだかる。あーとブロックを振りたい。あーとドリブルを見送る。ジョエル君、ここは抜かせません。マシアス君、ボールを狙うも届かない。ロドリゲス君、ここで止めた。ロングパスだ。それウルグアイ、これは戦い方を変えてきたようです。サンティアゴ君、ここからチャンスを作れるか。パントキックで大きく蹴り出した。このパスは通らない。ライト君、激しいタックル。あとドリブルを見送る。それパスを出します。ウルグアイ、これは戦い方を変えてきたようです。ライト君、タックルを決めた。ダイレクトでパスを。ロメロ君、スライディングでカット。ウルグアイ、これは戦い方を変えてきたようです。この作戦指示が通るのか。ウルグアイ、これは戦い方を変えてきたようです。この作戦指示が通るのか。ウルグアイ、ここは抜かせません。ライト君、ボールを狙うも届かない。ダニエル君、ここはパスに切り替えた。ジョエル君、ロングボールを送る。ロングパスだ。ボールがタッチを割りました。イングランド、ここでスローインを得ました。ゴールとぶつかっていった。マッコイ君、激しいタックル。そらウルグアイ、これは戦い方を変えてきたようです。ディーン君、このスライディングが決まった。アウト君、ここは抜かせません。カーネギー君、このパスをカットします。ビクトリーノ君、ボールを狙うも届かない。カーネギー君、ボールを奪うことができません。パスを回す。いけ。それそれ、ディーン君、パスを出します。はっ、あっ、奪い返した。かわして振り切った。それここはパスを出した。いけ。鋭いスライディング。いけ。パスを出します。それ
ディンク、ここからチャンスを作れるか。ジョエル君、ボールも狙いも届かない。ドリブルと見せかけてパス、ビクトリーノ君パスを回す。ラミレス君、ここでボールを受けます。体ごとぶつかって、ナイスだ。セナール君、ここはクリアだ。ディーン君、パスを出します。ウルグアイ、これは戦い方を変えてきたようです。この先にナイスプレーだ。ウルグアイ、これは戦い方を変えてきたようです。ガンバ君、激しいタックル。いや、チャンスが決まった。ナイスだぜ。敵陣へ攻め込みます。ウルグアイ、これは戦い方を変えてきたようです。マシアス君、ゴールを狙う。このパスをトラップ。ライト君、ここはパスを出した。ロドリゲス君、パスを出します。それそれ、ディーン君、パスを回す。ほらほら、ソレル君、パスを出します。はっ、ディーン君、シュート。ベガ君、ゴールを守った。時計はすでに30分を示しています。前半も残すところはあとわずか。カーネギー君、ボールを奪うことができません。やった。なんだって。敵陣へ攻め込みます。ロブソン君、ボールを狙うも届かない。それ、ドーナー君、タックルも決めた。カーネギー君、スペースにパスを出した。前半は両チームともに譲らず、ここからどのようなドラマ。いよいよ後半戦開始です。それ、ライト君、ここからチャンスを作れるか。これはタッチを割ります。ウルグアイ、この位置からのスローイン。ペラス君、ここはパスを出した。ディーン君、ボール、いいぞ。ロドリゲス君、ボールを奪うことができません。一発のシュートでボールを奪う。あー、弾きます。それ、ロメロ君、ここは勝負を避けた。さあ、ジョエル君、ボールを狙いも届かない。ドリブルでボールを運ぶ。ラミレス君、飛び越えた。シュート、これは見事にキャッチ。カーネギー君、ここは勝負を避けた。ウルグアイ、ここで作戦を変えてきました。ここだ。ライト君、シュートを放った。ベガ君、ゴールを割らせません。パントキックで大きく蹴り出した。ジョエル君、ダイレクトでパス。アウト。ドリブルを見送る。もらった。まさか。ここはパスを出した。ラミレス君、飛び越えた。ウルグアイ、これは戦い方を変えてきたようです。ラミレス君、ここから打ってきた。ウルグアイ、これは戦い方を変えてきたようです。マシアス君、ボールを奪うことができません。キンタナ君、このパスをカットします。それそれそれ、マッコイ君、ここは抜かせません。それ、このタックルは不発に終わります。マシアス君、ボールダッシュ成功。パスに切り替えた。このタックルは不発に終わります。鋭いスライディング。それ、ウルグアイ、この作戦指示が功を奏する。ダニエル君、ここは抜かせません。ここからチャンスを作れるか。素早く横にかわす。それ、ガードナー君、ボールを奪うことができません。ここから一気に攻めたいところ。ダニエル君、それ、
ここから打ってきた。イングランド、ここからフリーキックです。パスを味方に送る。守備陣の隙間を狙う。はっ、このタックルは不発に終わります。長い距離のスルーパス。さあガシアス君、ボールダッシュ成功。それ体ごとぶつかっていった。それさあパスを回す。ダイレクトでパス、いけジョエル君、ここからチャンスを作れるか。そうロメロ君、スライディングでカット。お前らごときにやられはしねえ。1点突破で勝利を目指す。ソルソン君、スライディングでカット。それソルエル君、ここはパスを出した。敵陣へ攻め込みます。パスを出します。ロドリゲス君、ボールを奪うことができません。いけスティーク、いいぞ。さあガーチが決まった。ナイスプレーだ。ディーン君、ボールを奪うことができません。カーネギー君、敵陣へ攻め込みます。かわして振り切った。ロドリゲス君、シュートまで持ち込めるか。ここからシュートに持っていく。これは見事にキャッチ。パントキック、どこまで運べるか。ロドリゲス君、ここは抜かせません。このタックルは不発に終わります。ドリブルでボールを運ぶ。ダニエル君、シュートまで持ち込めるか。パントキック、どこまで運べるか。パスを出します。ディーン君、スルーパスを狙う。それシュート。ロドリゲス君、ボールを狙うも届かない。これは見事にキャッチ。パントキック、どこまで運べるか。カバスで振り切った。さあ試合も残りわずか。最後まで熱い展開を期待したいところです。それ長い距離のスルーパス、守備陣の隙間を狙う。何だて、ここは抜かせません。ドリブルでボールを運ぶ。チャージが決まった。はっ、エース君、前後半では決着つかず、激闘の行方は延長戦に委ねられます。さあ試合はいよいよ延長戦に突入しました。ビクトリーノ君、ここからチャンスを作れるか。横をすり抜けた。ロビンソン君、ゴールを割らせません。パントキック。